浪監督の選手交代の告げ方が怪しすぎる。いや怖いよ。3月22日のオープン戦、6回裏の攻撃が終わり、立浪監督、片岡ヘッド、大塚コーチで交代選手を確認する。立浪監督、一人で交代を告げに向かう。交代を告げ始めるも、交代投手を忘れたのか、大塚コーチに確認。確認を告げると思わせて、再確認。照れ笑いしながら、交代を告げ直す。野手の交代も、片岡ヘッドに再確認。片岡ヘッドが耳打ちして、交代を告げる。片岡ヘッドと一緒に、交代内容をチェック。ちいかわかよ。もうあつしと大塚と三人で出ていけや。間違い防止やろ。過去の失敗から学び改善してくるあたり、名勝かもしれん。だって間違えるからな。何回も確認してんの、ちょっとやばいな。ある程度コーチに任せてる部分あるんだろうな。ちゃんと確認できて以来。品質管理に、ダブルチェックは重要やから。紙にメモしたらあかんのか？ドラドラ情報局をご視聴いただきありがとうございます。この記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひ、よろしくお願いします。